こんにちは、島田香織、香ちゃんです。今日はプロクリエイトを久しぶりにやります。加工するところです。今日はこのスキーに行った時のスキーを先日やったんだけど、本当に20年ぶりにその時にやったことをエッセイに書いたんです。でそのための絵をいつも鉛筆で描いて、その後にプロクリエイトでそれを写真を取り込んで完成させるっていう方法をいつもやっているので、今日はそれをまた久しぶりにここでやってみます。まずこれはちょっとね、15分じゃまたできない絵なので、今日は15分というのじゃなくて、途中までできるところまでやります。区切りのいいところまで。まず写真をプロクリエイト使います。私はアプリです。でこれでこのプラスのマーク、これで、一つ新しいキャンバスを作ります。こういうふうに出てます。で私はだいたいこのね、上から3つ目の A4使うんだけど、ここで、自分でいろいろ作ることができます。フリーサイズ、あ違う、ごめんなさい違う、ちょっと待って、ごめんなさい、今のはスクリーンサイズでした。そうじゃなくて、カスタマイズするときはこのアイコンをタップします。そうすると自分で大きさを決めることができます。ここで、でも今日は私はそれはしないので、これキャンセルにして戻って、A4、 これは私がもう作ったものが出てるんだけど、この辺は名前を変えておけば、この辺はもうタイトル書かないで、サイズが結構いっぱいあります。本当にいくつ作ったんだろうっていうぐらい。今日は A4 でこういうふうに出てくるんだけど、縦でこれ横なのでこれを横にします。そしてこれがいっぱいなんだけど、写真に撮るときにちょっと小さめにしといた方が後でやりやすいので少し小さくします。そしてこれをここで、写真を入れるんですけれど、これで使う、ここでイメージを共有というので、あ違う、ごめんなさい、こっち追加、左の追加をタップすると写真を挿入っていうところがあるので、あ写真ファイル挿入、写真挿入、写真を撮る、今日は写真をここで撮ります。そうするとカメラが出てくるので、これで撮ります。じゃあこの画面にはちょっと入らないので、こっち側で一回撮ってきます。今この写真を撮りました。でこれを使うので写真を使用をタップします。そうするとキャンバスの上に、今撮ったものが映し出されます。そしたらこの鉛筆のこちらのアイコン、これをタップする、あ違う、ごめんなさいその前に、こっちの矢印の方で、キャンバスにこの絵を合わせます。少々お時間をください。いや、何あなたは何、ロボットが話しかけてきました。ごめんなさい。これで大丈夫かな。あ、だけどここが欠けてるので、もう一度これをそうこうやって、はい、これで大丈夫。入りました。こんな感じです。ちょっと待って
ね、もう少し画面を大きくします。はい、こういう感じで描き始めます。空のここ透明にさせたいので、この消しゴムマークを使って筆です。で、このブラシ、こういうふうにタップするとね、ブラシのライブラリーっていうのが出てきます。で、今回私お気に入りにもう入れてあるんだけど、このブラシはなんだっけな、インクだったかな、そう、インクの一番上に確かあります。インク、ペンキ、ペイントじゃない、インクですね、これを使います。いろいろね変えられるので、これは今日はちょっとこういうふうに本当にオリジナルの絵を作ることができます。でも今日はここはちょっと複雑すぎるのでやめます。この消しゴムを使ってこの空、そしてこちらに、ここで筆のこれ透明度、こっちは筆の大きさを調節できます。そしてここ、これを使ってこの部分のバックを消したいので、ここを消していきます。透明にします。大きくねできるから本当便利。まず大体のところ大きな筆で消して、細かいところは後で筆を細くしてやります。大体このぐらいいいかな。そしたら今度筆をね細くします。このぐらい、とりあえずこのぐらい、あ、ちょっと不透明、ブラシこっちにしようかな。あ、でもこれね筆が、これやめよう。製図ペンにします。製図ペンはインキングというブラシの中にあります。製図ペンは不透明、さっき使ってたのはねエアブラシのだったのでごめんなさい、あれだとねちょっと不透明な部分があったので違うのに変えました。スキヤです。まあ、この辺は後でこれに色も塗る予定なのでそんなに細かくやんなくても大丈夫。細
この製図ペンはね、あんまり太くならない。こっちで太くできるかな。シェイプでレンダリング、そうね、大事。できるか。こうやれば不透明度、最小不透明度、最大不透明度、どっちだ？ぼかしはなし。お菓子はなし。これの違いが、こっか。まあこれでいいや。これの方が少し大きくなるので、さっきちょっとちっちゃすぎた。あ、でもやっぱりこうなるとぼかしが入っちゃうから。あんまり良くないか。このぐらいがいいかな。はい、このぐらいにします。本当にいろいろな使い方ができるので、ここを透明にしなくてもよかったのか。まあいいや。そう、いじらないとね、本当に分かんないので、いろいろいじってみてください。私もまだまだ分かんないことたくさんあって、まあこんな使い方ができるんだっていう発見が本当日々あります。で、私はアミティ先生という、iPad のプロ、彼女本当すごいんだけど、最近本も出して、私その本も買いましたけど、彼女すごくいい先生なので、彼女の YouTube 見てください。本当に彼女はプロクリエイトだけじゃなくて iPad 全体の使い方の先生なんだけど、本当によく知ってて、すごく素晴らしい先生です。いろんなアプリを紹介してくれてね、私は大好きなんだけど、私は本当そんなにプロクリエイト使うけど、結局使うペンとかいつも同じものだったりするんで、全般的に教えてあげることができなくて、私のやってるものはこれですっていう感じのことしか伝えることができないので、だからそう、アミティ先生はすごくいいので、彼女おすすめです。本当にね、この時すごい綺麗で、もう雪のかかったね、この木、本当にクリスマスツリーがたくさんありました。このぐらいでバッグが透明になったので、次は鉛筆の方に戻して、今度は描いていきます。何から描こうかな。そう、透明度、あ、そうそう、これ透明にした背景色、この背景、これを今透明にしたんだけど、白で、これから私は雪置きを描くので、白だとわからないので、これをね、例えば赤に
変える。背景色を赤。こういう風にやると、あのこの赤の部分が透明になっているバッグということなので、この方が白い雪の世界を描いていくのには便利なので、この色に変えます。そして早速、色を塗っていくんだけど、そう、このリフトはね、実はそしてまた今度ここです、このレイヤーのここ、これを使います。あ、どうしようかな、そうじゃなくてこれでやろうかな。そうするとここが後で間違えた時にね、そう、ここを消すだけでいいので、新しいレイヤーでにを作ってプラスにして、そしてここのところで色をつけていきましょう。そう、それをしないと後でいつも後悔します。これまた、ほら、筆が違うものを今雪のタイヤなんていう筆なので全然今描けません。ほら、こんな感じで、あのこれを消すときに2本の指で画面をタップするとこうやって消えます。筆を変えないと。また私はさっきのと同じにしようかな。べったりした筆にしたいので、お気に入りの筆に入っている、どうしようかな。じゃあリードというのを使ってやってみます。これはね、スキーのリフトです。ちょっとこの赤と重なっちゃうんだけど、これは今消しゴムにして、ちょっと間違えたところ消しました。レイヤーが、レイヤーを変えているので、これを消しても消えません。こういう時のためにレイヤーをね、別にしておくといいんです。じゃないとね、間違えた時に例えばこの上で描いちゃうと、こういうふうに書いてここを消したいときに、この下の色まで、これ赤だと分かりにくい、ここも消えちゃうんです、全部こういうふうに。だからこっちのレイヤーの上の方にしてやった方が、間違えたときにとても便利です、消すのが。これは色を選ぶ時で、こういうパレットも、これがディスクというので、でパレットで自分でパレットに足していくことができます。私はディスクかパレットを使います。
ここのこの真ん中を押すとこういうマークが出てきて、ここでコピーペーストしたりとかそういうことができるんですけど、これも今やってると遅くなるので、ちょっと今度いつか他の時にやります。すごくね、本当に便利な機能満載で、プロクリエイト新しくなったんです。最近っていつだったかな。そして本当にね、すごいいろいろなことができるようになって、パラパラ漫画みたいのも作れるしね、面白いんです。でこういうふうに指を1個置くと、その色をね、拾うことができます。これもすごく便利。ばっかり向いてて肩が凝ってしまいました。ちょっとね、ここあ、ごめんなさい、こっちだ。ここを削ります。そしたら次に何しようかな。これ書こうかな。これはね、カフェのカフェです。カフェでコーヒー飲んでるところ。ちょっとこのバッグの赤いのが目につくので、これを赤、背景色をちょっと空の色に変えときます。もっと暗い色、ちょっとね落ち着かないからこのぐらいにしようかな、はい、そしたらね、筆をねちょっと変えます。筆をスケッチの鉛筆の 6B これにします。ちょっとねボサボサ感、毛糸のこのぐらいの帽子みたいなするので、ちょっとボサボサした感じ。
サングラスはまたインクのこれいいかな。でね、この筆圧で変えられ、こういうふうにすごく強く押した時濃くなって、少しの時は濃くなる。このね、筆圧もね、こっちだ。前こういう機能なかったと思うんだけどね。だから本当に紙に絵描いてるのと感覚がね近くなってきて、で私はこの上にあのカバーをつけてるからよりガサガサとね紙の上で描いてる感じがして、この音で分かると思うんだけど、今筆をちょっと変えました。このサングラス縁をね、髪の毛で縁がちょっと汚くなったので、エアブラシ、エアブラシのソフト、これです。そう。くすんだピンク、でまた、筆はスケッチの鉛筆 6B で、洋服はセーター。これももっと大きくできるかな。
夢中になってしまうと喋るの忘れて説明もしないでどんどん進んじゃったんだけど、大体そう、筆を変える機能、ここをタップすればブラシが出てくるし、そんなに難しいことはなくて、で、あとこれ、消し込む。この機能忘れました。私あんまり使わないんだけど、これも多分ね、使い勝手がいいはずなので、今度調べときます。ひどい。教えになってないんだけど、すいません。私のやり方でしか伝えられなくて。じゃあテーブルの上やろうかな。テーブルの上。テーブルはね、茶色。茶色というか、ちょっと濃い。もうちょっと濃いかな。黒っぽい茶色。これはね、鉛筆買います。本当にいろんなのがあってね。そう、木炭っていうのも面白いかもしれない。チャコールブロック。ウィローチャコール。バイチャコール。じゃなくて、じゃあ、水彩。油絵はね、すごいでしょ、にじみ。にじむじゃなくて、こうやって溶けるの、色が。この色とね、混ざったりする。ね、すごいでしょ。混ぜることができるんです。本当に驚き。今ここ消しちゃったから。そう、たまにね、筆をね、こうに上げないと、こうやって2本指で直すときにすぐ消えて、ずっと筆上げないとずっと遡って消えちゃうので、たまに筆を、今また消しちゃう。で、間違えて消しちゃったときはこっちで、ここでまた戻ります。めんどくさいのでこの油絵はやめます。何にしようかな。アーティスティックじゃなくて、やっぱりスケッチにしようかな。固めのブラシ、
な。そしてここがね、リフトのね小屋、リフト券を売ってる小屋。これもちょっとこの色で、ちょっとここね、テーブルの線ないだけ入れて、今日はこれ以上やると少し長くなってしまうのでこの辺で終わらせます。また明日この続きをやります。どうぞ見てください。あまり上手な教え方じゃないんだけれど、私のやり方ということで、参考にしてもらえれば嬉しく思います。では今日も本当に見てくれてどうもありがとう。じゃあね、またね、バイバイ。